大阪市立売割祭場とは、大阪府大阪市平野区にある、仮想場、祭場である、大阪市が運営している。仮想炉の老朽化で、仮想業務を廃止した南祭場や、住吉、平野の各祭場の共用廃止に伴い、それらを引き継ぐ形で、売割霊園内の敷地に、重油式仮想炉設備20基を建設。昭和32年4月に共用が開始された。 施設の老朽化に伴い、1992年9月から大改修が行われ、1996年4月全面、改修。これを機に、都市ガスを燃料とした火葬炉30基と合わせ、敷地内に敷場棟も設置した。売り割り場は、大阪市南部の大和川のそばに位置する。周辺に住宅が密集しているが、市内最大の面積を持つ売り割り霊園に、 併設されているので広々としている。最上周囲も木で囲まれており、公園などもあるので、周辺住民に配慮した形となっている。仮想場には、式場が併設されている。主に、大阪市南部方面の需要を満たす形だが、仮想路の数は30基と全国で2番目の規模であり、大阪市民のみならず、周辺自治体からの利用も多い。仮想料金は、 大阪市内その他4カ所の最上共通である。マイ仮想許可証の届出人が大阪、八尾市民であれば市民料金で利用できる。ありがとうございます。